クールダウンの意義。クールダウンとは、激しい運動の後に、心身の興奮状態を鎮め、身体機能を徐々に回復させるための運動やストレッチのことです。クールダウンを行うことで、以下の効果が期待できます。筋肉のこわばりや疲労を軽減する。血流やリンパの流れを促し、疲労物質の排出を促す。心身の興奮状態を鎮め、リラックス効果を得る。怪我のリスクを軽減する。ウォーキングマシンやエアロバイクの有酸素運動を行った時は、適切なクールダウンを行うことが大切です。ウォーミングアップとは逆の順序で、徐々に運動強度を下げていくとか、十分な水分補給を行い、ストレッチやマッサージで終了します。クールダウンは、運動の質を高め、怪我を予防し、翌日の疲労を軽減するためにも重要な要素です。運動の後は、必ずクールダウンを行いましょう。運動の種類や強度に合わせて、クールダウンの時間を調整します。軽い運動であれば10分程度、激しい運動であれば20分程度というように、